地域で出店を広げるホーマックニコット。重要な戦略の一つが。地方に出店する上で特に重視しているのが、自治体や学校、病院などといった、いわゆる公的施設の存在。人口の少ない地方で安定的な購買力が期待できるからだ。 観光庁には無条件で会員カードを発行店頭で商品を買う場合買い物のたびに生産する必要はなく1か月分まとめて翌月振り込むことができるいわゆる付け払いのような仕組みで利便性を高めた他の企業や団体も条件を満たせばこの仕組みを使える登録点数が約2000件。 これはほとんど官庁系関係あと法人額にしたら大きいですよ。えー、っと、まあ、数億円ありますからね。<laughs> つけ払いというのはなかなか伝統的なキャッシュレス決済システムを感じましたけどね, <laughs> ね改めてニコットモデル、整理お願いしますモデルなんですけど、うん、戦略的にはあの4つありまして、はいはい、まずはあのホームバックグループの物流もです、ね、はい、それからプライベートブランドを持っている、うん、そしてあの食品も出てきましたよね。地域に応じた品揃えが充実していると、はいはいうん それから病院や学校の周りに店舗を建てるという例えば白鳥台のケースで前からあった食品スーパーが撤退しちゃいましたと、うん、で、儲からないから撤退するわけですよね。うん、でそこに入って何でもかるかというと、うん、ここに書いてあるいくつかの理由と関わるんですけれども、はい、食品だけだと利益率が低いんですけれども。 特に自社ブランドの DIY 商品とかっていうのは結構あらりが大きい社長もおっしゃっていた通りでそういうその利益率が低いもの高いものをうまく組み合わせることで、うん、平均的な利益率を高くするっていうことで収益性を上げるっていうようなこと、うん、でそれからその4番目にある公的施設の囲い込みっていうのも、はい、特にまあそういった事務用品をニコットで扱っていることが、うん、そういうそのまあ 安定的なその需要を生み出してくれる公的施設とのタイアップってことを可能にしています。るで、そういう意味で単なる食品スーパーではなく。 でまさにホームコンビニであることがこのニコットを成立させてるんだと思うんんですね、うん、なんかちょっとャツドラさんなんかとこう、はい、モデルが似てるん例えばドラッグストアだったり道内のセイコマートさんとかそういうようなところもよく似たような自社で流通網を持つとか、うんうん、プライベートブランドを積極的に活用するという点では似ていると思います。なるほどね さらにあの人手が少ない地方だけにニコットでは1人の店長が車で30分圏内の2店舗の店長を任されたりですとか、うん、あとパート社員にも店長を任せるなど、はい、その人材活用というのも非常に効率的に行ってい,るいパートの方が店長、はいはすごい。地方で出店を続けるニコット、その存在はもはや街づくりに欠かせなくなっていオホーツクの津別町。 ほぼ毎日ニコットで買い物をするという佐藤さん親子<や>先日はカラーボックスを買った、うん、そこにに向かいにちょうどあったんですよさん島崎もなくなってやっぱりピホロとかとそうです <laughs> 入り荷物になるからねここだとね、だって揃ってるから津別町は庁舎の建て替えを進めていて空いた場所には図書館などが入る複合施設を作る予定だ町は暮らしに必要な施設を中心部に集めるコンパクトシティ化を進めていて住民からは買い物環境の充実を求める声が多いという 1>, 1番があのドラッグストアなんで、ねで、2番がスーパーマーケットで、3番があのホームセンターというようなあのことになっていましたニコットは当初、出店先を郊外で検討していたが、この計画に合わせて、中心部に出店したあそこも本当は、開発ルがも探してきた物件はもっと郊外だったんですよ。ね 丸木材の方の郊外の方だったんですけどここだったら車の人はいいけども街からちょっと離れてるし今はいいけども10年後と,と考えた時にはダメだなとニコットのような新たな企業が街に進出するのは実に11年ぶり進出にあたり町は500万円を補助店の存在を社会インフラと位置づけている うちが用意している企業の助成金が対象になりますので、まあ、お使いいただいて、ですね、そして、えー、まあ地域の住んでられる方に利便性が高まっていけば、これに越したことはないなっていう。去年9月に開店した室蘭のニコット白鳥台店。白鳥台店が入る商業施設、ハックで肉屋を営み、施設の運営も担当する田中健太さん。 百数的にも、えー、今までにないぐらいの集客もあったり、えー、売上も各店舗伸びていますニコットさん来ていただいてから売上も1.3倍か1.5倍ぐらいになっていますニコットにも好都合な状況が生まれている白鳥台店は撤退した店舗に代わって出店したいぬきの物件これまで。 独自の出店場所を求めて、まとまった土地の確保に苦労してきたが、最近は、物件街の,の中に行くと、ですね犬器物件、これが結構出てきてると、で白鳥台もそのうちの一つで、あのまあ、経営が成り立たなくて出ていった店だとか、あとは高齢化になって、もう店を辞めたいという所に入ってくれませんかっていう、これが白鳥台オープン後ですね。 結構あの話は、口の開発のには届いてますね。ニコットの出店は、他のテナントにも好循環を生んでいる。